はい、どうもみなさん、こちらのぼるです。今日もポケットモンスターピカチュウバージョンアニポケ縛りやっていきます。というわけで、前回はポケモン屋敷をクリアしたとこで終わったんだったね。で、今回はついにグレンジム攻略となります。今回使用するポケモンは、まずゼニガメ、ピカチュウ、そしてリザードとなりますね。この3体をサトシはグレンジムで使っているので、僕もこの3体で攻略していこうかなと思います。まあ、サトシの場合はもうリザードがリザードになっていたんですけど、まあ今回まだ進化できてないということで、まあリザードでやっていきます。で、リザードのな、技なんですけど、この前、切り裂くもしかしたら使えるんじゃないかって言って覚えさせたんですけど、結局、切り裂くを使うのは BW、まあ、ベストウィッシュに入ってからしか使ってないぽかったので、今回は使用しない形でいきます。なので、まあ他の技を覚えたらここにその技を入れるっていう感じになりますかね。まあそんな感じでやっていきましょう。ちなみにこれあれかな？いきなり、あ、もう鍵持ってるからもういけちゃうよってかな話か。これスイッチある？グレンポケモンジム、カツラ、認定トレーナー、シゲル。ああ、そういうことね。あ、そっか。これ一応今までも調べたらこういう風になってたのか。全部シゲルに先越されてるっていう。オース未来のチャンピオン、熱血カツラは炎のプロフェッショナルだ。それならこっちはクールに水で決めろ。あと、やけど直し持っていった方がいいぜ。あー、やけど食らうか、そうか。やけど直しって持ってたかな？持ってるね。2個だけ持ってるわ。まあ、サトシはね、最初にゼニガメを出してピカチュウを、その後にピカチュウを出すんですけど、まあ、ゼニガメはね、9個にワンパンされちゃうんですよね、まさかの。カツラ曰くタイプ相性だけがポケモンじゃないっていう風で、もうゼニガメワンパンされちゃって、でピカチュウが戦ってる最中にロケット弾が邪魔に入ってくるっていう毎度おなじみのパターンなんですよね。これ何？ここは別名クイズジム。カツラに挑戦するならクイズに答えてもらいやす。正解の後でオイラたちと戦うのは自由でさ。はあ、え、クイズどこ？これか、ポケモンクイズ。正解するとドアが開いて次へ進めます。間違えたら扉の前にいるトレーナーと戦っていただきます。このリーダーに会うまでポケモンの体力を取っておきたいなら頑張って答えてください。ではお答えください。キャタピーが進化するとバタフリーになる？え、いや、まあはいとも言えるしいいえとも言えちゃうな。まあいいえか、いいえでいいのかな、はいなのかな。いや、まあでもトランセルを経由してバタフリーだもんね。え？え？いや、まあ、はいだろ。あ、はいでいいんだ。よかった。まあ、でも、どうせなら戦ってっか。戦うぜ。泥棒と名乗っておりやすが、足を洗ってポケモンの修行をしてますぜ。お前、あれか？屋敷にいたやつと一緒に泥棒やってたんか？カジボ泥棒が勝負を仕掛けてきたと。ガーディーね。なるほど。え、レベル高え。もう相変わらずレベル高いな。ちょっとやめてくれよ。しかも火の粉使えないな。これ火の粉の方がいいか。いや、怒りだよな、さすがに。あ、素早さはこっちが早い。吠える、おい、攻撃してこい。怒りのダメージが全然入らないんだよ、攻撃してこないと。突進、ナイス。それは、いや、でもナイスじゃないのか。いや、ナイスだろ。さすがに他の技されるよりはいい気がする。あー、睨みつけるやめてほしいかも。睨みつけるってでも攻撃下がるんだっけ？吠える、まあでも吠えるもまあいいか。怒りで、突進で怒りが1段階上がってるから、もうなんか適当なことしててくれれば勝てるから、適当にお茶を濁しといてくれると助かる。うわ、突進された。結構減るんじゃないか。あぶねえ。急所とか食らってたらやばかったな。まあでも怒りで突破していくと、OK。702か。あ、ロコン。どうしようかな。いや、ちょっとリザードに経験値吸わせたいのもあるから、一旦リザード。え？あ、そうじゃん。怒りのままか。怒りのままに攻撃してる。ちょっと待って、まずい。しくった。やらかした。待って、リザード。ああ、やらかした。そうか。何も命令できなくなるんだったな。しくった。完全にミス。やらかしてるわ。わー、なんかやたら入るなと思ったら急所か。ゼニガメ防御高いからそんなに食らわないはずなんだけどな。仕方ない。まあ、吠えるはありがたい。まあ、水鉄砲で突破できるでしょう。オッケーオッケーオッケー。次は？
誰だろう、キューコンか、因縁だね、ゼニガメ対キューコン。キューコン、カツラのキューコンにやられるんですよ、ゼニガメって。いきなり、火炎放射だったかな、炎の渦か、を食らっちゃって、丸焦げにされて、何も手も足も出ないまま負けちゃうんですよね、ゼニガメって。そんなことはさすがにないだろって思うけど、まあ、そうなっとるやろかいって感じだよね。まあでも、なんとか突破できそうか。うん、結構、謎の行動しかしてきてない。攻撃全然してこないから勝てそう。うわあ、ずっと吠える尻尾を振るしかしてこないんだけど。ちょっと待って、くしゃみ出そう。もうね、僕重度の花粉症なんですよ。というか、まあ、杉花粉。マジでここからしばらくは鼻声とか鼻ズルズルな日が続くかもしれないです。ごめんなさい。1300ももらった経験値参りやした。ちょっと一回帰る。さあ続いては、こいつ戦わなくてもいいのか、戦うのか、話しかけたら戦いになる。ポケモンが吐く炎の温度どのくらいか知ってる？知らない。教えてよ答え。勝った後に話しかければ教えてくれるんかな。ロコンか、またロコンか。これもう怒りし続けるしかないか。ヒノコの方が入るのかな。ナイス急所。怪しい光はやめてくれ。うわー、あ、でもこれって怒りのボルテージ上がんないか、さすがに。うわ、火炎放射いいな。まあ、そんな入んないでしょ。え、結構入る。結構入ったな。これってさ、怒りのボルテージ上がると、あ、でも自傷ダメージは変わってなさそう。じゃあこの感じでどんどん上げてくれれば、電光石火でどんどんこっちの怒りのボルテージを上げてくれれば助かる。どれぐらい入る？お、結構入った。これは勝てそうだね。ただ、ここで交代しないとまずそうな感じがする。うわ、やばい、負ける。え、負けるんじゃね？うわ、ちょ、マジかよ。とりあえず、ゼニガメで行こう。マジか。混乱、マジきつい。怪しい光とか覚えるのか、ロコン。そっか、まあ、そうだよね。くそ。やらかしたな、完全に。ゼニガメのレベルが上がっていくよ、どんどん。さすがに、まあでも、ゼニガメはここでは、優秀だね。水タイプなだけあって。しかも、防御も硬いから、電光石火とかそういう物理系の技も効かないしね、全然。うわ、いいね。レベル上がって火力も高くなってるよ。いい感じに水鉄砲が半分ぐらい削っている。これは3発ぐらいかかるかな。まあそうね。やめてー。怪しい光。まあね、ピカチュウがちょっとレベル高いから、あんまりピカチュウに頼らずに行きたいところではあるんだけど。やめてくれ、マジで。火の粉、やけど引かないでね。よかった。え、ちょっと待って。これなんでこんなに自傷すんの？初代って。なんか、設定値高いのかな？うわ、やばいって。嘘でしょ？負ける？これ。うわ、マジで言ってんの？いや、ま、こんなことある？ちょ、電光石火で落としていこう。マジか。強いんだけど。っていうか、全部混乱で負けてるやん。そんな。まあ、雷で落としていくか。まあ、でも特殊高そうだけどな、球根。どれぐらいあるんだろう。あ、でも結構入る。え、なんで、ロコンが火炎放射だったのに、球根火の粉なんだよ。オッケー、雷2発でさすがに突破でしょ。いけ、ナイス。あー、ナイスでしょ。ちょっとまた回復しに行こう。あ、ちょっとピカチュウのレベルが上がっちゃってるよ。で、何度なの？燃えるっていうのは空気中の酸素がむにゃむにゃブツブツ。教えてくれねえのかよ。さあ、続いてやっていこう。こいつか？いや、クイズだな。こっちじゃないのか？これか？ポケモンクイズ頑張って答えてください。ポケモンリーグ認定バッジは全部で9種類？いいえ。オッケー。まあ、でも、アニメだとなんか8種類以上ジムあるみたいだけどね、関東に。ポケモンを研究し尽くした僕に勝てるかい？こいつも理科系か？そんな気がするな、やっぱり。なんでこんな理科系が多いんだ。え、しかもめっちゃポケモン持ってる。ここどうしような。まあ、怒りで行くか。そうね、怒りで行こうかな。で、まあ次のポケモンが来たら変えるみたいな形を取るのがベストな気がするね。尻尾しか振らねえじゃん。一生尻尾振ってるんだけど。ちょっとなんか攻撃してきて。踏みつけか。
炎技がいいんだけどな。え、かっ、強っ。ちょっと待って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 、急所やめて。え、全然食らわねえし。尻尾振りでどんどん防御力下げられてるから、踏みつけがさらに痛い。火の粉とかにしてお願い。ねえ、やばい。マジで。え？嘘じゃん。ちょっと待って、リザードが。全然戦えねえ。怒りがもう機能してないし、火の粉じゃダメージ与えれないだろうし。踏みつけめっちゃ痛いし。いや、尻尾振るが痛かったな、マジで。いやー。なんで炎技じゃないんだよ、こういう時に限って。人影だし。しまったな、人影相手に投げたらよかったかな。お、怒りだ、こいつも。なんで火の粉使ってこないんだ。いや、まあさすがに抜群というか、あれか、今一つ技は打ってこないのか。さあ、怒り、まあでもそんな食らわないでしょう。そうね。さっきよりなんなら食らってなくない？あれ？さっきなんかもうちょっと食らってた気がするんだけど。まあさすがに気のせいか。ロコンと人影と、ボニータしか出てきてなくね。なんか他出てきたっけ？ガーディもいたか。炎タイプが少ないのか？初代って。初代ってでももうほとんど毒タイプだもんね。半分ぐらい毒タイプだよね。ポケモンの。まあそれぐらい毒タイプが多かったような気がするんだけど。まあでも炎って難しいよね。自然界に炎タイプの、炎タイプっていうかなんか、熱を持った動物ってあんまりいないもんね。だからまあなかなか難しいんだろうね、出すのは。まあ今でも水タイプが一番多いですけど。まあやっぱり水回りというかそういうのは想像しやすい感じはあるよね。炎タイプのね、まあでもあれか、 SV でも炎タイプのなんかかっこいいの追加されたもんね。ソーブレイズとグレンアルマ。もうロックマンやんって感じだけど。さあこれ水鉄砲で落としていくと、なんかどうでもいい雑談めっちゃしてたな今。気づいたらめっちゃ雑談してたわ。ちょっと次のトレーナーこそマジで、リザードを戦わせてあげたいところ、リザードに勝たせてあげたいところ。ニョロモは3回進化する？しないです。3回進化するポケモンはいません。よくみんな間違えるけどね。ただなんとなく好きなんで炎ポケモン使ってるぜ。ただなんとなく好きなんだ。まあどんな理由でもこんなところでちゃんとトレーナー仕事できてるんだったらいいと思います。ポニータか。いや、レベル高え。また尻尾を振って踏みつけられる未来が見えて怖いんだけど。怒り行くかこれ。いや怖いよな。一旦睨みつけとくとかどう。いや踏みつけいて、防御力を下げて、こっちも防御力を下げられるけど睨みつけてどんどん防御力を下げて、睨みつけて、で相手も尻尾を振ってちょっとまずくないかこれ。こっからの怒り、まあ全然最初入んないだろうけど、鳴き声やめてよ。マジで言ってんのか。いやー、でも踏みつけこれ以上食らえない気もするしな。やばい、どんどん火力が下がっていく。いや、しんどいしんどいしんどい。あー、さすがに外してくれた。まずいな。でもちょっと待って、やばい、これもう踏みつけ食らえなくない？そんな気がするんだけど。いや、なんとか耐えれるか。急所でこれ？マジで？あ、もうこれ食らえねえな。そんな気がする。踏みつけ一撃で死にそう。ちょっともう！ならもう二度と踏みつけしないで。それならいいよ。マジで、頼む。マジで頼む。このまま終わってくれ。え、危ねえ。よかった。なあ、危ねえ。マジで助かる。これで、経験値がやっともらえた。お、34レベルになったぜ。34レベルってそろそろ進化じゃない？違う？うわ、まだか。ちょっとリザード特訓してから一回戻ってくるわ。さあ、ちょっと特訓して戻ってまいりました。このクイズは何だろう？雷タイプの技を繰り出したとき、雷タイプ？ああ、まあ電気タイプね。地面タイプのポケモンにはよく効く？いいえ。これ、間違えたら強制戦闘なんだよな。一応。この人が急に喋りかけてくるってことなのかな？俺はカツラがポケモンを始めたきっかけを知ってるぜ。へえ、教えてよだから。さっきからさ、
回答を教えずに戦闘を始めないでくれない？俺気になるんだよその答えが。おギャロップかっこよ。え？めちゃめちゃかっけえじゃん。こんなかっこいいんだギャロップって。このイラストめちゃめちゃ良くない？超かっこいいやん。え、めちゃめちゃ好きだわ。いや、やっぱいいね。初代の、なんというか、ドット絵の良さってやっぱりあるよね。ちょっと待って、これ勝てなくね？うわ、炎の渦、まずい。ちょっと待って、負けるわ、これ。まずいな。炎、あ、でも炎の渦全然大してダメージくる、食らわないか。え、でもこれってボルテージ上がっていくのかな？一回ずつ。あ、上がってくんだ。なるほどね。じゃあ全然いいな、炎の渦。助かるわ。こんだけのダメージしか入らないのに、どんどんボルテージだけ上がっていくのはマジで助かる。むしろ炎の渦だけやっといてくれって感じだな。踏みつけ食らったら多分もう二度と耐えられないと思うし。でも5ダメずつ減っていくの結構きついな。で、もうそろそろ多分限界値になると思うんだよ。ボルテージが。あ、でもあれか？鳴き声で減らされてる分、もうちょっと上がるのかな？わかんないけど。どういう判定なんだろうね。その今のポケモンみたいな感じでなんか何段階アップみたいなのがあるのかな。ちょっとわかんないけど。あ、え、全然食らわない。なんで？え、なんでこんな食らわないの？踏みつけ。踏みつけってなんだ。ちょっと待って、どういう技踏みつけって。よくわかってない。これ勝てる？まずいか。やばい。あと一回しか食らえない。あ、オッケー、わかった。勝った、ナイス。マジでナイス。おーら、36レベルになった。やば、経験値1600もらえるの？めちゃめちゃもらえるじゃん。やった、理科系の男との勝負に勝ったと。ありゃ、まあ。さあ、1025円を手に入れて、リザードの様子が来たよ。いや、やっぱね。カツラの前にこの姿を見たかった。リザードンですよ。おめでとう。リザードはリザードンに進化した。いやー、かっこいいね。相変わらず。このかっこよさ。ドット絵でこんなかっこいいんだもん。そりゃ人気だよ。でね、ついに36レベルでリザードンに進化したということで、ずーっと僕の道具の中に入っていたこちら、ワズマシン19、これを使いたいと思います。中には地球投げが記録されていたと。そうですね、リザードンといえば地球投げでしょう。もうこれしかない。初代のポケモンでリザードンの必殺技って何って言ったら、火炎放射よりも竜の怒りよりも炎の渦よりも火の粉よりも何よりも地球投げでしょ。やっぱりリザードンって言ったら地球投げだよね。まあね、 BW に行って忘れたんですけどあれだけはちょっとね、ちょっと地球投げは覚えててほしかったな。まあ効果としては微妙、ゲームの効果としては微妙な効果ではあるんですけど、アニメの地球投げすげえいいんだよ。あ、そうじゃん。リザードンの進化で忘れてたけど、カツラがポケモンを始めた理由は？リーダーのカツラが山登りで遭難した時、暗い山道を照らして、一人、火の鳥ポケモンが飛んでった。そのおかげで、カツラは無事山を降りることができたのさ。へー、ファイヤーかな？助けてくれたんだ。そういうきっかけがあるんだね。このクイズ、頑張って答えてください。同じレベルの同じポケモンでも捕まえるたびに強さは違う？まあ、はいなんですけど、ちょっといいえって言ってみようかな。強制戦闘が気になる。バカ。バカ！バカ！いろんなジムに行ったけど、オイラにはここが合ってるね。バカ！シンプルな罵倒。そんなことあるかよ。さあ、カジバ泥棒が勝負を仕掛けてきたと。行け、リザードン！かっこいい。もう地球投げでしょ。こうなったら地球投げよう。かっこいい。いいね。お、めっちゃ入る。うわ、ちょっとそれ本当にやめて。マジで、それだけは本当にやめてほしい。
頼むリザードン動いてくれ。うわあ、言うことを聞かないリザードンがそこまで再現する。ちょっと待って、マジで。ああ、オッケー、リザードンナイス、素晴らしい。うわ、惜しいな、もうちょっと。頼む、ナイス混乱時計。オッケー、素晴らしい、録音を突破と。そしたらちょっとゼニガメ使っていこうかな。ガーディーで来るのね。オッケー、ゼニガメに変えよう。37レベルか、結構高いね。まあでもゼニガメなら勝てるでしょう。言うてもそんなに炎技してこないし。オッケー、突進ね、余裕余裕。え、急所でしょそれ。え、急所じゃないの、めっちゃ食らうじゃん。そんな食らう、こんな食らうか、マジか。ホイールは全然構わないよ。これ落としきれないだろうな、多分ね。あー、そうだよね、微妙に残るよね。突進は外していくと、まあ、当ててくれても構わなかったけど、まあ外してくれるんだらそれに越したことはない。オッケー、ナイス。ゼニガメもレベルアップと。お、おい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 、ゼニガメもどんどん技を覚えてくるよ。ロケット頭突きはもちろん覚えさせます。サトシは何回もロケット頭突きは使ってるんでね。で、この中で使ってない技って言ったら、まあ噛みつくなんで、噛みつく忘れさせようか。オッケー、いいね、ロケット頭突き覚えたか、ゼニガメ。ナイス。さあ、ロケット頭突きを覚えたと。さあ、ガジバ泥棒に勝負と。あ、勝負に勝ったと。ああ、扱った。3330円。ゼニガメの進化はもちろん B でございます。ビビ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 ビと。さあ、これで ?OK、開いた。多分、最後に出てくるのが、これ、カツラ。え、まだあんの?まだもう一人いるのか。ちょっとじゃあ回復してこよう。いや、まあ回復しなくてもいけるか。この人は?最後のクイズだよ。わかっとら。ポケモンクイズ頑張って答えてください。わざましい28とは死に死ね光線で。お前ら、口悪いよ。はい。バカ。またバカって言われて。死ねだの、バカだの。炎の弱点は H2O と言われている。まあ、そうね。酸素がないと燃えないからね。二酸化炭素だけではね、不完全燃焼になりますから。理科系の男が勝負を仕掛けていたと。ガーディを繰り出した。あ、リザードまんまだった。そういや。ちょっと変えよう。ゼニガメで行こうかな。ガーディ何してくるかなこれ。突進かなまた。ちょっと突進はやめてほしいけど。あ、睨みつける。防御力下げられるのはちょっと痛いが。ミステッポはまあ3回ぐらいあれば落ちるだろう。これワンチャンでも。あ、次で落ちるね。突進が来てくれたから。ここで落とせるんじゃないかな。オッケー。急所、ナイス。次は誰だろう。ロコンか。まあ、このままでいいんじゃないか。いや、でも怪しい光されたらちょっとやだな。どうだろう。無理かな。26では。いや、いけるだろう。いけるはず。あ、惜しい。もうちょっとやん。これだと3発必要だな。痛い。いや、よかった。やけどだけは引いていない。これどうしよう。このまま突っ張らせるか。怪しい光か、ホエルであれば大丈夫だから、行こう。ナイス。完璧。完璧って言っても確率だろうけど。オッケー、ナイス。さあ、理科系の男の勝負に勝ったと。ヘロヘロ。ちなみに何を教えてくれる?確かに炎は水に弱い。でも溶かしてしまうから、氷ポケモンには強いよ。そうね。まあ、リザードの場合は等倍だけど。さあ、カツラだね。ちょっと回復してきます。上は大水、下は大火事。なんだっていうことで、カツラ勝負だ。うおーす